マスの高一です。あそこが消防署です。杉並消防署、ホテルルートイン、そしてレコッツというですね、巨大なミニストップです。ミニストップとドラッグストアがくっついたものです。ここがメイン。ここがですね、阿佐ヶ谷ドラムというですね、ライブハウスになっています。今日はですね、マスの書店の建物の空いた部屋を紹介するという企画です。よろしくお願いします。で無料の自動販売機じゃなかった駐車場、駐輪場です。そしてこの自動販売機にこう立つと見えてくる建物が白い家です。ここが白い家です。でここにいらっしゃるのが、帽子屋さんですね。帽子工房メイフィールド。こんにちは。ちょっと何か紹介を簡単に、はい、ここは帽子工房になっているんですね。私のマスの書店のお隣さんです。こんにちは。こんにちは。お名前とかも大丈夫なのかな。あ、はい、あのゴードと申します。はい、帽子をこう作ってらっしゃる、はい。でまあ、ここがショーウィンドウにもなっていて、で何、仕事場に、仕事場でもあり、あの生徒さんに帽子作りを教えたりもする場所、はい、今日はちょっとね、この上の建物の、この建物の上の部屋が空いてるので一緒にちょっと見に行こうというね、はい、このような雑貨を持っています。はい、ここに植物もいっぱい植わっていて、なおこれが私の自転車です。これがマスの書店、こっちからがマスの書店で、こっちが帽子工房になっているということですね。でこのようにですね、こう窓にありったけのものを飾っていて、ここにほら、入りづらい店、入りづらい店特集で散歩の達人の阿佐ヶ谷特集の時につい先月かな、紹介されたお店、マスの書店がここです。でマスの書店は普段こうほとんど閉まっています。ほとんどこうお休みって書いてあります。お休みって書いてありますけど、ここにチラシがあったりとかですね、ここにガチャガチャが、あらら文庫というですね、スマートフォンやパソコンで読む電子歌集、57571の面白い言葉たちの歌集が9種類入ったものがガチャガチャで200円です。これで遊んで、行ったり、ここにあの、ケースがですね、このようにですね、いろんなフリーペーパーが、この間中央線の雑誌にご紹介されました。歌人マスの高一というですね、私もいただこう。なんと関東特集で取材していただいた、そのように私は有名な歌人でございます。で、あのこれはちょっと自由に持ってっていいんですけど、まあ、店ちょっとだけこんな感じの店です。ここはですね、まあ、私の仕事場なんですけども、ちょっと今暗くしていますけども、原稿書いたりとか、あとちょっと雑貨とかもちょっと扱ったりもしてるし、 T シャツとか、あとインディーズ的な本、文学フリーマーが仕事場にちょっとだけあるみたいなニュアンスですね。でそんなあのお店兼仕事場を持ってるんですけど、本当にめったにオープンしなくてですね、閉まってしまってるという感じなんですが、さらにお隣に行きましょうか。これがマスの商店でした。でこさらにお隣に行くと、オリジナルバッグのアフロディーテさんがあります。今日はちょっとね、買い物をしようと思っています。オープンというのもカバンになっているんですね。こんにちは。今撮影を始めています。でこのカバンを今日買おうかなと思っていてですね、3色あるんだけど、どれがいい、これかわいいでしょ。このように、ね、ちっちゃく畳むとこうなってて、
大きくするとこのように大きくなって、猫が消えるので男でも持ち歩けるというカバンを今日買おうと思ってるんですけど色はどれがいいと思う？その撮影してくれてるホイダ君、マスノさんに僕が持つとしたらこれかこれかな、これかこれでしょう。そうなんですか。これかな。結構持ってるものに合うのはどう思う？ちょっと色がオレンジ色はこれモスグリーンですよね。そう、モスグリーンはマスノさんのこう色毛話にこれ花が咲いてます。私は実は色弱というね、色が分かんないんですけど、こういう色をついに買っちゃうんだよね、なんか知んないんだけど。でこれもこういう色をちょっと持ってるからこっちにしようかな。じゃあちょっとこれをください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか畳むとね、こんな風にね広がるとこんなでかいという、で中にほらこんな風に畳めるの。なるほど、うん、猫ばあ、ここはなんか元々は、革のカバンがメインなんですか？はい、革のカバン。ご家族でやってらっしゃってて、はい、こう丁寧な手作りカバンっていうんでしょうか、まあ、カバンを作ってらっしゃって。工房なんですか、ここは？ここはアトリエで。アトリエ、はい。ではちょっとお友達家族にしますので。なんと、すみませんです。今日これから見る空いてる部屋はここと手続きになっていてですね、本当はねドアをこう開けると繋がってる部屋だったんですけど、今そこはちょっと閉じられています。そういえばメイフィールドとマスノ書店もそうなんですよね。そうなんですよね。マスノ書店と、ね、扉で繋がってるんですけど閉じてしまっているんですよね。なんかほらこんなにいろんなカバンが、犬とか猫がこうちょっとモチーフになってるみたいですね。可愛いですね、ほら尻尾が。妹が好きそうですね、私の。こんな感じのカバンも。ちょっと夏には T シャツとかもね、置いてあったんですけど、今はちょっとしまったので、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと出させていただきますので、はい、どうもともよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、では行きましょう。あ、車が。で、ここをこうやって行くと、ちなみに住所はここですね。住所はここで、こちらを通ります。階段の感じだと、外から撮ってもらってみましょうか。こんな感じなんですよ。ここなんです。ここがドアですね。ちょっと今日は、管理人さんに鍵を借りています。演出上1回しか開けませんでしたけど、本当はこことここを閉めます。ここがポストですね。で、ここを開けます。ちなみに隣のドアのところがさっき あのカバン工房のドアですね。事務所の方のドアです。で事務所の方で、こっちが、はい、その今開いてる物件で、さあ入りましょうか。皆さん、ここがまずですね、こう下駄箱になっています。で、ちょっと靴を脱ぎますね。靴を脱げてしまった。ほら、まず皆さん見てください。ここがですね、洗濯機置き場なんですけど、まあ、洗濯機置き場がここに水がつながってコンセントもあって、でここにこうちょっと収納があるんですよ、ほら。でここで私はこのちょっと収納、階段の下ですね、そんなにじっくり映らなくてもここがですね、私なんかこうちょっとこうブースになると思っていてですね、小さなこうここにこうテーブルでも置けばパンも売れると思っているんです。マスノ書店はもともとベーグル屋さんだったんですね。未だにベーグルを買いに来る方がいるぐらいなんですけど、本当にここにこうなんかこう物販的なものがここでもできてしまうんじゃないかと思う部屋なんですよ。でさらにちょっと階段を登っていきましょうかね。あ、これがあの下駄箱ですね。でまあここにテーブルが、テーブルというか後ろに空間もあります。ちょっとこのか何アンペアとか分かりますか？あ、こんな感じですね。アンペアは50かな、50か30か、50が多いってなって、ええ、電気に関しては後でご説明しますね。ではちょっと上に行ってみましょうか。さあ上がりましょう。
まずここが階段なのがいいんですよ。私階段が大好きで、本当に階段というものが人間の作ったもので一番好きなんですけど、ほらこのように白い階段がですね、続いているんです。おお、素晴らしい。この白い階段が素敵でしょ。それでここのドアが本当は隣のカバン工房とつながってるんですね。でも閉じてありますよ。皆さんご覧ください。これがその物件なんですね。ここがいいのはですね、まず私ここがいいと思うんです。この壁が、この白い壁をご覧ください。皆さん何にもない。なんかね、不動産屋さんのウェブサイトではここがこっち側映さないように映してるんだけど、ここも映せばいいのにと思ったんでしょ。僕なんでここ映さないんでしょうね。ここが魅力的で、例えばギャラリーにもなるし、まず映写機使えば映画も映せるじゃないですか。イベントスペースにいいんじゃないかと思ってるんですよ。ちょっとこっちに行ってください。これが窓なんですね。で窓が北と西なんですけども、こんなに広くあるから明るいんですよ。で、まあ向こう側がなんかね、東東とかそういうものの、なんて言うんだろう、こう会社の物置場になってるんですね。だから割とで土地側が倉庫だから、そんなにこう音に過敏にならなくても大丈夫じゃないかと思われるんですね。で、まあこのように。なんでしょう、こういうものもついてますし、こういうふうにですね、まあ目隠しもできます。だから暗くすることもできます。そしてこれがオーナーさんが真っ白だとちょっと味気ないということで、若いレモンの色にここの壁を塗っています。そしてここがキッチン。でもほんとキッチンしかないようなスペースなんですけども、ちょっとがっつりした飲食店はちょっと難しいと思うんですけど、まあお茶を出すぐらいならお店としてもやっていけるんじゃないかということで、その辺はオーナーさんにご相談なんですけども、いいのはコンセントがいっぱいあるんですよ。ほらここにもあるでしょ。でほらここにもここにもすごくコンセントがあるんですよ、この部屋。本当だ、すごい。ほらだからオフィスとして借りて机いっぱい置いても本当は便利なんだけど、せっかくだからなんかこう分かんないけど、ヨガスタジオとかイベントができるスペースみたいなものにした方がいいんじゃないかと思うんですよね。一応こちらがトイレになっていて、ユニットバスなんですけども、まず窓があってですね、大変明るいお風呂になっています。そしてトイレはウォシュレットで新品がついていますね。でこちらに手洗いもついていて、シャワーもついていて、割と広々とした感じ のユニットバスとはいえ、とっても広々とした感じのお風呂になっているので、何かもしこうお店的なことするんだったらトイレの方を活かしてこっちにカーテンを閉めるとかもするできますよね。でまあここがキッチンになっているという感じで、なんかここせっかくだから事務所じゃなくてですね、何かの場所として使えたらいいんじゃないかと思ってるんですよね。でここは階段でしょ。上から見るとこんな雰囲気ですね。こう白い階段が下まで続いていてですね、なんかこうなんだろう、物件の案内に、まあ家賃がなんだっけ13万円なんですけど、そう13万円ですね、なんですけど、まず敷金とか敷金とかって聞きました。まああるんですけど、それはそれで、ただ更新費がないんですよね。ないんですよ。そこが珍しいことなのと、あとこの階段のスペースとか下の小さな部屋のスペースはカウントされてないので、お得だと思うんですよ、この物件で。あんまりその下の小さなスペースのことも不動産屋さんのサイトには出てこないんだけど、僕はあれがあるだけでかなり使えると思っているんです。でここにもギャラリー的に飾れるし、まあ、このドアがちょっと今死んでしまってますけども、まあ、ここの壁に映写することもできるし、ここにクッションいっぱい行くと何十人も座れるのもなって、でそうやって、まあ、ここにクッションをいっぱい吸いばめて、あそこで映写したりイベントしたりするっていうのがおすすめかなと思っていて、まあ、あとちょっとこっちを区切るとかして楽屋的にカーテンを引いたりとかもできるし、それでも結構な広さですよね。で、まあ、15くらい、そうですよね。で
しれないんだけど、でも例えばあのお風呂もついてて、トイレもあるけども、まあ、イベントスペース的にシャワーも使えるけどイベントスペースにすることによってものすごく使い勝手がいいんじゃないかと思っているんです。ここもカウンターになるし、いかがでしょうか。今日はですね、この物件がもったいないのであのできれば自分で買いたいぐらいなんですけども、まあ、もしくは何人かシェアしたらいいんじゃないかなと思ったりしてるんですけども、そのようなご提案をしたくて思わずですね、おせっかいにもオーナーさんに、掛け合ってですね鍵をお借りしたんですよ。ちょうどこの下がね車置き場というか駐車場になってて空いてるので、まあでっかい音のライブとかはできないと思うんだけど、そんなに神経質にならなくていいんじゃないかというのがいいところでですね。で、さっき来るときにちょっとオーナーさんの家の説明をしなかったので仮入りを渡しましょうかね。ここがユニットバスです。あとここ電気を見てほしいんですけども、こんな感じの間接照明的な電気になってるんですけども、まあ、3段階ね、ここでスイッチがあるので、パーツパーツに明るくしたり暗くしたりすることができます。なのでそのパーテーションに区切るなどして1箇所明るくして1箇所暗くすることもできますし、まあ、3箇所に分かれている感じですね。ちょっとその光の当て方はちょっと今電気が通じてないのでお見せできないんですけども、割と、区切って使う場合にもそれなりに使いようがあると。ちょうどここで区切るってこともできますよね。ここで半分に区切ると窓も半分になって、こっちを完全に楽屋的なものにすることもできると思うんですね。という感じで、いかがでしょうか。じゃあ帰りにちょっとオーナーさんの建物を簡単に説明して終わりましょうかね。降りるときはこんなです。どうでしょうか、階段の通り具合は。そしてほらこの部屋の空いた部屋もここをカウントされてないのはちょっともったいないと思いませんか。すごいですよ ね、 ね、冷蔵庫じゃない、洗濯機置いてもいいけども、うん、それこそ逆に冷蔵庫置いたりして水道も一応使えるし、うん、電気も使えるから、もうここだけを普段こう物販ブースにしてもいいぐらいだと思うんです。これ2畳分くらいありますよね。自由にありますよね。無理やりだったら眠れなくもないですねはい、あ、眠れます。もう2人なんとか行けます。あの折りたたみソファーでも置けばここを寝所にしてもいいぐらいです、うん、というね、素敵なカーテンもつきましたね。そうなんですよ ね、 でこのように意外なポテンシャルがあるにもかかわらず、比較的リーズナブルなので、まあ、南阿佐ヶ谷というね、ちょっと特殊な町なんですけども、私はこの町がすごく好きで、わざわざ来てしまいました。ではちょっと見てみましょうかね。このドアを閉めることでご説明ができるので、一旦閉めますね。はい。ここを閉めますと、ここがね、オーナーさんのね、母屋になっています。でかい建物です、ここ。で、ここの車置き場が、普段は空いていて、さっきのほら、床がここに当たります。ということで一度またマスの書店の前で終わりましょうかね。
ベランダ的なところがオーナーさんのお家から見るとテラスになっています。で、ここがマスの書店です。で、こちらが帽子工房のメインフィールドですね、という感じなんですけど、いかがでしょうか皆さん。ちょっと私はぜひ知り合い的な人に入ってもらって、このマスの書店のディスプレイを活かしていただいてですね、連携で何かできないかと思っています。こちらの帽子工房の感じ等もこう連携したりしてできるんじゃないかと思っていますので、例えばここで宣伝してイベントをするようなスペースにすることもできるかもしれないし、いろいろ可能性はある。できればお仕事に近いですよ ね3分くらいですよね。そうですそうです。で、JR の阿佐ヶ谷駅も別にそんな遠くないんですよ。7分ぐらいですよね、本当は。私の長い足で歩けば。あ、そうですね、長い足だと、ちょっとね、コツがあって、遠回りになっちゃうんですよ、普通の人が来ると。でも、ちゃんと正しい道を行けば7分ぐらいで来れるんです。で、まあ、意外と便利なのと、ここの通りがすごくね、人通りが多いの。大通りから一つ入ったところなんですけど、すごく人通りが多くて、おかげでここにですね、フリーペーパーこうやって置いとくとすぐなくなります。100部ぐらいね、もうね、あっという間になくなる。1週間くらいでなくなったこともあるぐらいで、あとここにね、飾っとくと結構みんな読んでますね。声に出して読んでる人もいますね。あとここにこう説明が書いたんですけど、家人マスの工事の仕事場を兼ねた白くて小さくて多目的な空間、マスの書店とかいうのをよくご夫婦とかが読んでますね、声に出して。それを中で聞いているんですけど、読んでる読んでると思いながらそっと見守っています。ほら、次々と人が通りかかる。なので本当にここは宣伝スペースとしては良くて、この場所を宣伝スペースとして買ってくれないかと思うぐらいなんですけど、今のところちょっと私が中で仕事をしてることが多くて、あんまり有効活動できてないのですけど、なんか上のスペースに面白い人が入ってくれたら面白いことできるのになと思っています。ということで、ちょっと長くなってしまいましたけども、白い家のご説明を終わります。よかったら私たちと一緒に何か企てませんか。どうぞよろしくお願いします。家人のマスの小内でした。